な僕の部屋の窓から今すぐ飛び出してゆくよ。電波じゃない声が聞きたい。優しさ使い果たしたあなたが最後に寄りかかる場所がそう僕の腕であるように、それだけ、ただそれだけを祈るように見上げ今日は、よろしくお願いします。